まあね、発想の授業というのをなんかやってまして、それを、ね、皆さんに聞けていただいて、このね、今入ろうか悩んでる方たちに向けてって感じで、中橋レンコンです。ありがとうございます。お願いします。ダブル東です。お願いします。お願いします。天才ピアニストです。お願いしま す, します。全然バラバラ、先輩後輩。そう、一番上で、はい、6期、8期。じゃあせっかくなんで、まあ同じクラスなんでね、その先輩後輩っていうのもね、 あれなんで、あだ名なんてつけたり。へぇ、あだ名。なるほど。竹内さんは好きな映画なんですか？はい、私好きな映画、ショーシャンクの空です。あ、ショーシャンクの空。じゃあ、万歳。バンザイのイメージありますけど、バンザイって言われますね。バンザイ、はい、マスミさん、はい、好きな映画、好きな映画、あの、あれですね、あの、あ、リメンバーミー。リメンバーミー、はい、あー、アニメのやつか。そうですね。ディズニー、ディズニー、ディズニーか。リメンバーミー。1個だけかけさせたるわ。でも1個だけやからな。どこがいい？さあ、どこに行くか。これ知ってる人？知らない。これ知らない。どこにかけたら一番便利になるか。まあ別に、まあ、答え一応あるけど、別に答えなんて合ってないようなもんや。何でもいいわ。さあ、距離感とかも考える感じですか？そのカップルの距離感とか。まあ、どっちかどっちが優位に立ってるとか。こっちが過ぎて嫌だとか。ああ、なるほどね、はい。あんまりこっちが彼氏でしょ。まあ、そうか、あんまり。そ
そう、行きやすすぎたらなんかちょっと中来てもうなんか知らん間に反動してる、お前、ね、お前の荷物なんか多くなってないか、反動性は近づいてもよくないよなるほどね、そんなことって大丈夫だっけ、これ残ります、これは残りますか、YouTube、見られないようにしても大丈夫でしょということはどこ、でもまあ普通にそこに行って真ん中、真ん中に真ん中ね、はい、こいつら以外人いないですか、あ、そうか、あ、家にこの、この橋はもう こいつらの私的な橋なんですか、あ、まあそうや、この、まあ偉いさんの息子やね、あはい、まあ、これが一番言っといた役所のね、じゃあもう、偉いさん、俺偉いさんやから、うん、斜めとかね、うん、あ、確かに、ね、いいそれはいいよね、漫才は漫才はなんかその彼女の家の前から、うん、もう今前から出してしまって、うん、はい、そう、まあ、ちょっと彼氏が譲る形になるんですけど、なんか結婚の挨拶の時とかに、あの僕こういった配慮できるちょっと一個なんか今後で見てた内心で、はい、ほんまはこうでよかったんですけどですけど私は寄せましたという便利でしょ、そうそうっていう感じ、ああ、いいですね、なるほどね、いいじゃないですか、まあ、素晴らしいね、皆さん、いや、どれも正解じゃね、正解なんですけど、まあ、一応正解っぽいことを言うと、まあ、このでかい橋なるほどね、すげなるほどね、こう、行けるし、まあこうもいけるし、高月橋でしょ、自由にね、高月橋で、自由に行けます、そうもいけますね、確かにそういうことですね、お父さんと息子がドライブしてたんですね、ほんで事故に遭って、ほんでお父さんはそのまま亡くなっちゃって、息子だけまだ息があると、で病院に運ばれたんですね、で病院に着いて医者がその子を見たら、え、これは私の息子です、さてどういうことでしょうか、これ知ってる方、あ、知ってる、バンザイ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 、お父さんと息子は事故で、お父さんはもうそこで亡くなっちゃってるけど、だけど結構驚いて、私の息子ですって言ったんですか、まあまあ、まあ驚くやな、まあ、まあ事故になってるから驚いてるってだけ、そういう事故でもう身寄りとか亡くなった子を直で里親する直の早や直の営業次誰か事故で子供来たら私の息子でしょ直の里親さん手続きなしの健康いやダイレクト里親いいですよ発想お医者さんの息子と同じ名前ああなるほどね同姓同名あいやいいですよ誘拐完全に深読みそっから入ったらやばいじゃん一応ちゃんとした家族ちゃんとした家族どっちも誰も嘘をついていないあ誰も嘘ついてないえお父さんと息子で乗って、うん、お医者さんがこれ私の息子です、うん、あお母さんあ素晴らしい女性そういうこと女性のお医者さんで女医さんだったというなるほどね。どうする？お医者さんが女性だったよ。ママかな。のママで、で息子です。お母さん。わかるじゃないですか。自分の息子。え、どういうこと？
かなお父さんが買って、息子さんが病院に運ばれてきて、あー、そういうこと、お母さん今の話か、今の話か、よかったわー、そういうことわー、気持ちいいか、なるほど、そうですね。あと、まあちょっと俺もずるくて、これは私の息子おしゃれ。いい方でちょっと。確かにね。ちょっとポップっぽく言う。また後で巻き戻してね。巻き戻してね。どんな楽しみ方。まあ発想でネタとか作っててどうしようかなとかね、なることも多いと思うんですよね。あの持ち感なみたいな時。まあね、ほんまにもうぼーっとなる時間が多いと思う。そんな時ね、時間ももったいないんで、なんか気分転換にね、じゃあ、ウォルトさん、じゃあウォルトの塔からちょっとしりとりしていこう、ね、塔から、塔から OK、 いい、石ころ、石ころいい、いっぱいあるでしょ、ロシア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 、アシアト、足や足やと足やと足やといいですね、はい、トンボトンボゴールゴール囲ってったらこう仮にねケージってつけてみたいな、あいろんなちょっとしたまあ、ここでめっちゃええネタ思いつくってことはないとは思うねんけど、なんかヒントになったりとかね、カフェとかね、つけてみたりとかね、なんかね、なんか設定に、はい、たまにね、バチッと入るはまったりすることもある。一人やったらなんか辞書でパッてやるとかね、他、あとは、じゃあ、いらっしゃい、あ、はい、すげーしっかりやりましたすげー欲しいな、これこれ入れ替わってるからすっきりいけんのなんでもいいで、職業ちょっと思い浮かぶ、まだ言わなくていい、はい、職業、ね、じゃあ、オス豚も悪口やなはい、思いついた、はい、じゃあ東くんからその思いついたやつにもっと何々ので何々って言っていい、元警察官のパイロットなるほどね、なるほど、まあ、それはまあありそうですありそう生かしてそうですね年齢をとかじゃあ、スリー、もう一個、はい、職業職業、はいはい、で、ノン韓国ノン韓国ノン韓国が何々と何々するで、漫才んで、職業職業はい職業と何々する何々だから、何々と遊ぶとかよりはもっとピンポイントの方が多分なんかしてる方なんかじゃあ次から、キャビンアテンダントと七並べするガタ素敵な優雅いいな、なんかすごい見たいけど優雅やな優雅な会というなんかさらにガタは誰かに欠かしてる自分の失礼なりして自分の書いたトランプでやってるいいなぁきそうやねなんかね風が吹けば池屋が儲かるとかね言葉がありますがで、まあ、風が吹いたらどっかで知らないところでそんなことになってるんじゃないかね、まあ、昔は風が吹いたらまず砂煙が舞うとで砂煙が舞ったら目にゴミが入ると目にゴミが入ったら目が悪くなるで目が悪くなったら昔はね目が悪い方が三味線弾いたりしてたんで
目が悪くなったら三味線弾きが増えると。で三味線弾きが増えたら、昔は三味線猫の皮で作ってたのね。三味線弾きが増えたら猫が減ると。で猫が減ったらネズミが増える。でネズミが増えたら桶がかじられると。桶がかじられたら桶屋が儲かるということで、風が吹くだけでこんな現象があるよっていうのがあるんですけど、それが今ならどんな感じになるかというのね。ボルトバンザイツリーにコスブタ、東で、これほんでこれを2周するんで、これに1周目が琵琶湖の水がなくなるになるように持ってきてます。これめっちゃおもろいやん。最後に、NSC に人が溢れる。美しい。めっちゃ綺麗。ヒラで。最後いいですね。最後いいですね。僕に、琵琶湖の水が減ると、NSC に生徒が溢れるっていうのに持ってくるように。じゃあ、ボルトから。はい。コツ的に涼しいとかそういうことじゃなくて、風が吹けば嬉しいとかそんなんじゃない。なんかが起こってるんだろう。風が吹けば河原が飛ぶ。おっ、ね、だいぶ強い風やけどな。暴風河原が飛べば万歳。大工さんが忙しなら、おお、いいですね。大工さんが忙しくなれば、大工さんが忙しくなれば、都会に家が立ち並ぶ。いっぱい建ててもらってる。いっぱい忙しいから。あ、はいなって。はい、あ、持ってもらうと。いっぱい忙しい。ないが増えて。大工さん入る。大工さん入る。ゾーン入っちゃっていい。都会にも建物がいっぱい増えると。いっぱい増える。なんか近づいてる感じ。都会に家が必要なら、人が都会に集中する。まあね、いっぱい住むとこあるから。火がなくなる。いや、もう一個に行こうか。一人だけみたいな。行こうだ。自然の方。木が都会に人が集まって木がなくなる。あ、もう家がいい、家でいっぱい建つから。あ、いっぱい人が集まっては別にいらないんですか。いっぱい家ができるから木がなくなる。まあ、木がなくなる。木がなくなると、雨が山を流れて、そのまま雨が山を流れて街にそのまま行く。もうそのまま直が直で気がないから、全部気がないから。大丈夫か。水が、雨が全部、雨水が全部、はい、そのまま流れて、こう地表に水が多すぎる環境になって、その気圧とかの関係で大干ばつが起こる。逆にね、気圧が変な、逆に気圧が変になったね。まあまあいいでしょ。気圧が変な感じになるって、大干ばつになる。で、ブランコの水がなくなる。ってことは、近畿のそのね、水道とか全部もう不便な、近畿から水がなくなってしまう。近畿から水がなくなると、どうなる。近畿から水がなくなると、自分の体内から出た水分を摂取する。気持ち悪い。ネオ人間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 ができる。体内でも水分で、体内、自分から発生する水分で水分を摂取するようになる。汗を浸透していくわけ。なるほど。人間が全部循環するわけ。
から出た水分を摂取している人が増えると、病院が混む。確かに。ちょっと、病的な。ちょっとしんどなくて。ああ、病院、はい、ああ、いいですね。病院が混む。病院が混む。病院が薬が、薬がなくなる。うん、混む。もう、一回間伐で渡さないから水足して持ってくるなくさなくて一回足して持ってくる吉本が新しい薬を急に行ったね吉本の薬のビジネス処理が今チャンスだチャンスだと松竹も薬を発売します。そして負けじと松竹も松竹役と松竹役じゃあ。ちょっと遠ざかる。遠ざかる。松竹も薬を発売負けじとすると価格競争が。確かに新しい法律が施行され施行され医薬界が大不況大恐慌に襲われてもう第二の人生を探さないとという人が増えた考えないといけない人が増えたら、で吉本に NSC 生が溢れるでは。さすがやな。日本化すんのやめてください。日本化すの。鈍感国が水を消さしたり。集めましょうよ吉本に人。いつもはね、社員がもっと多い人数でやってるから、それでもこの人数で話し。楽しくてこうやって頭の体操とか発想ねできる最高の授業楽しくてレベルアップも図れる。あら僕もまあ今回東としてやらせてもらったんですけどまあ僕もネタ書いてるんでほんまに見つまることとかマジであるんでそのなんか最後の何々と何々した何々とかそういうの発想なかった結構目から鱗やったらそこは新しかったええのが出たんだよなと思うよね。めちゃくちゃ面白かったです。もう本当にもう漫才設定全部やったんですよ。全部もうね全部やってゼロやったと毎回思うんですけど、まあでもなんかこうやってしたらちょっと本当になんか刺激になった。こうやってすればいいんだってなりましたよ。はい。慣れへんな、時間があっという間でした。って感じでね、こんなことをね、授業でやってるんでね、もしよかったら、入学してみてはいかがでしょうかって感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。